あの日から二人の未来が見たかった。ハッと息を飲めば色ちゃいそうな光が家出してきたの。一緒に来てくれる？冗談だろ。あ、追いかけてきた。今日何回も繰り返してるんだよ。もしノリミチ君、助けて。もしじゃあこれはノリミチ君が作る。そんな世界あるわけねえだろ。もしあの時、もしもお前がいなくなるとしても今日だけは一緒にいたい。もしも俺がもう一回元の世界に戻してくれって球を投げたらどうなっちゃうのかな。付き合い始めてすぐの頃に事故は起こった。助けたいです、僕も。彼女を守るぞ。はい。Just do it. 何度でも何度でも。急げ、ナオミ。一行さん。何？どういうこと？なんだこれ。街が、世界が消される。嫌だ、絶対に嫌だ。ではなくしたものは自分自身というわけですね。 My baby go。 お兄ちゃん、ほうずるして。王子様？そう、この家のあなたが生まれる前のね。頑張れくんちゃん。怖くない。お別れなの？お兄ちゃんありがとう。未来ちゃん！その程度でよろずやを名乗るなんて100年早いんじゃないの？知らねえ！こんなキャラ知らねえ！だからほら、あの、いつもいるこのラボの設立者の。それは僕だお。何かがおかしいのよ。そんなことしたら私だってやっとタイムリープマシンでここまで来たのに。なぜ作った？タイムリープマシンもタイムマシンも絶対に作ってはいけない。ほっといたらここから消えてしまうのよ。しかしマユリは死なない。クリスも生きていける。私が言いたいのはそういうことじゃなくて。なんてな、まだ投げ出すわけにはいかない。今鈴宮春日はどこにいる？やっぱりまだ熱があるんじゃ。一体あいつはどこにいる？お前マジで何言ってんだ。やっぱり早めに病院に行った方がいいわよ。すまん、思い出してくれ。ハルキ、俺が狂ったのでなければ、ついに世界が狂ったのだ。覚えているのはただ一人、私だけだったはず。真実なんて知りたくもないはずなのに、それでも追い求めずにはいられないなんて、つくづく人間の好奇心というものは理不尽だね。一人ぼっちになったらダメだよ、ホムラちゃん。目覚めればいつか消える。好きだったんだ私。お前はあの時。私あの時。大丈夫、まだきっと間に合う。ミサー、あの人の名前が思い出せる。これはお前が始めたことや。言おうと思ったんだ、お前が世界のどこにいても必ず会いに行くって。あの人は誰？忘れたくない人。忘れたくなかった人。忘れちゃダメな人。君の名前は？名前は気抜いて行こう。もう少しで
して運命